はい、というわけで今日はねこちらに行ってみようかなと思います。まあこの9二号線沿いにあるんですけど、前からねすごい気になってた場所ということで、なんか何年前かはここにね車が突っ込んだとか結構ねニュースになったりしたんですけど、2018年3月1日未明、閉店後のラーメン店に車が突っ込んだのだが、不幸中の幸いで店には人がいなかったが、その後、お店は改装された。また新しくなってね、ここにでき、同じ場所にね、できたということで、ちょっとね、今日はここに行ってみようかなと思います。札幌といえば味噌ラーメン。ここはあえてミステリアスな豚骨を注文。いらっしゃいませ。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。皆様ご視聴お疲れ様でした。今日はいかがだったでしょうか。札幌どさんこラーメン店といえば味噌ラーメンが有名ですが、あえて豚骨ラーメンを選びました。豚骨の味もしっかりしていて、最近の流行りのこってり感もなく無理なく食べれます。また次回は味噌ラーメンにトライしてみようと思います。ご視聴最後までありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。